皆さんこんにちは、村長です。今回は前回からの第1弾第 1.5 弾に引き続き、カシオコーダナコンポーダーから持ってきたデータを時短で仕上げていく方法を連載しています。今日は各トラックのエフェクトとマスタリングというところに流れていきたいと思いますが、冒頭に今日までのミックスした状態を流してみました。まあこれでもいいんじゃないというのもあると思うんですけれども、まあこれから仕上げていきたいと思います。まず自分の得意なエフェクトを入れていきます。まあ今回は各トラックものすごく細かくですね、調整するというやり方もあるんですけれども、皆さんが僕と同じエフェクトツールを持っているとは限りませんので、大まかな流れということで聞いていただけたらいいと思います。そしてスタジオ1をもし持っている方がおりましたらですね、全部に同じようなエフェクトをするときに一個一個入れていくのは面倒です。そういうときはこうやって全てのトラックをシフトを押しながら同時選択しまして、そして今回はイコライザーを入れてみたいと思います。1個のところに入れるだけでこのように全てのトラックにイコライザーが入りました。次にはまあコンプレッサーなんかを入れていきたいと思います。コンプの方はまあたくさんね、まあ皆さんも同じだと思うんですけれども持っているんですけれども、まあ最近でしたらパルサーなんかも最近に買ったエフェクトですので、それをちょっと入れてみましょう。これもそのまま全トラックに入れておきます。まあイコライダーとコンプレッサーがどっちが先かという話もありますが、まあそれは適線入れ替えて、やればいいと思います。パルサー1178、1176系の FET タイプのアタックスピードが案外短く設定できる優秀なコンプレッサーです。そして最後になんですけれども、先日から僕が話題にしてますスムースオペレーター、これを入れたいと思います。これはですね、アイコンが出ていませんよね。これもスタジオ1初心者の人はこのアイコンどうしたら出るんだというのもありますので、これから説明をします。まず全部に挿します。そして画面上の三角をクリックするとプラグインサムネイルを更新というのがあります。これをやるとこのようにアイコンが出てきます。ちょっと波形とかが出てる方がいいんであれば、ここで一回再生をしてこういう波形を出しておく、もしくは上から潰れてるのも見えるようにこういうふうに出した状態でこれをすると、こちらにもこう波形が入った今の画面が出ます。こうしてサムネイルを作っておくと便利です。もしこのプラグインのサイズが大きくできたりするんであれば、このように大きくしておいてその後に作ればこのアイコンも大きめになります。こうしておけば自分の得意でよく使うものはアイコンが大きいですので見つけやすいですね。これも一つですので、皆さんこうやってアイコン登録もしておいてみてください。じゃあちょっと一つずつ下支えになるグランドピアノから見ていきたいと思います。まあ大体はできたらサビのところで音のチェックをするのがいいんではなかろうかと思います。そこをループにしてからコンプレッサーからやっていきましょう。このピアノのプリセットをまず選択してみましょう。マイナス6デシベル減衰するというふうに
なっています。ちょっとやってみましょう。バイパスしてみます。いい感じですね。コンプレッサーの基本はバイパスした時とあまり音量が変わらないことが重要です。赤いグラフのようにリダクションはちゃんと6から8デシベルぐらいリダクションしています。いわゆる音を整えているということですね。次はイコライダーを見てみましょう。ここにもピアノポップというプリセットがありますので、ちょっとそれを使ってみます。案外ドンシャリ気味に動きましたね。もうちょっと高音のキラッとしたところが欲しいです。このデジタル V3 はとってもよくできているのがこのプレセンスシフトです。難しいイコライダーを知らなくてもこちらで少しこのプレセンスシフトというのを上げるとキラッとしてきます。はい、このように EQ まで整えました。それでバイパスした音と聞き比べてみましょう。微妙ですが、少し温かみとまろやかさが出たような感じになります。まあ、この程度なら必ずやらないといけないというわけではありませんが、ここにスムースオペレーターを入れるとかなり変わってきます。ちょっと濁っているところがあるのをこれで切っていきます。ソロモードにしてそこを聞きます。もう一度バイパスします。入れます。ごちゃっとしたところが少し取れました。はい、このような感じでやっていきますが、必ずここにエフェクトを入れたからって使う必要はありません。
次はギターをやってみます。アコースティックギターのプリセットもありますので入れてみましょう。締まりましたが、ない方がいい感じがしませんか？プリセットを変えてみます。ああ、こっちの方がずっといいですね。バイパス。はいはい、すごくいいです。もうイコライダーは切っておきます。スムースオペレーター見てみましょう。あ、やっぱりギターの場合は入れるといわゆるレゾナンス共鳴がすごく抑えられていい感じです。超低音はもう少し残しましょう。あー、全然これ方がいいですね。じゃあ次はエレピのフレーズ。バイパスしてみます。ちょっと小さいところに不安定さを感じるので、もうちょっと下を押し上げます。圧縮を強めます。いい感じですね。じゃあスムースオペレーター、この共鳴音がちょっと気になります。このぼやっとしているところをかなり抑えれます。くっきりしました。
はい、じゃあ次に行きたいと思います。ストリングスですのでちょっと潰し気味にしてみます。はい、いい感じになってきました。イコライダーもう一回入れてみます。ちょっとだけ高音を上げます。はい、それでこれは倍音が案外多いですので、このスムースオペレーターはとても効きがいいと思います。このブレス音が少し大きく気になります。いわゆるフルートの吹く音です。これもアコースティック感としてはとってもいいんでしょうけれども、ちょっと落としてみたいと思います。ソロにしてどの変化聞いてみます。ここですね。これ落とします。じゃあ最後はメロディーのサックスです。このデジタル V3 はすぐにソロモードにできます。もう触るだけでその辺の周波数を聞くことができます。ここをちょっと落とします。そしてハイを上げます。
バイパスしてみます。はい、ちょっとエッジが立ってメロディー楽器としては存在感が出ていいかもわかりません。はい、これで少しエフェクトができましたので全部オンにしてみます。もう一度ミックスし直します。まずまずいい感じになってきましたが、僕が一番気になるのはメロディーとよく似通ったこのエレピ、この音が自分の中では一番気になるんですね。ここにトラックスペーサーを入れてみたいと思います。このトラックスペーサーはメロディー楽器が入ってきた時に周波数かぶりを抑えるというものです。ちょっと見ていてください。ここでサイドチェーンをオンにします。そしてメロディー、今は余計なところまで落としてますのでフィルターをかけます。邪魔しないようにこれをもう少し上げていきます。
僕なりにですがまとまってきました。それでここからですけれども、全くですねプラグインを全部抜いてみます。プラグインを全部抜くのはスタジオ1ではこのボタンです。これも皆さんね、何のためにここにあるのかと思ってらっしゃった方もたくさん、初心者の方にはあると思うんですけど、ここでプラグインを全部抜いてみたらどうなるかっていうのをテストできます。どうですか？もうはっきり明瞭さが変わるのが分かりますよね。場所も少し聞いてみましょう。はい、どうでしたでしょうか。本来はマスタリングもするはずだったんですが、ちょっと動画の尺が長くなりそうなので、これは第2弾です。2弾にマスタリングもしようと思ったんですが、第3弾に回したいと思います。どこまで引っ張んねやっていう感じなんですけれども、あまり長いとね、皆さん水枯れというのもあると思いますので、今日は急遽ミックスまでというふうにしたいと思います。また次回をお楽しみにしてください。村長でした。